はい、どうもケロです。こんにちは、サイフサです。はい、今回第4回目の山梨ライトスパー交流会を開催していただくことになりました。やったはい謎のテンション、はい、やりにくそう、はい、あのノー打ち合わせなんで何をしていいかよくわからないんで流れていきます。はい、前回、第2回目のライトスパー交流会の動画をお見せしたと思うんですけど、なぜ第3回がなくて第4回なのかっていうと、3回目がですね、私と斉藤さん含めて3人しかいなくて、そしてもう1人がちょっと顔出し NG だったということで動画出せなかったのがあるんですね。はい、というわけでいきなり第4回目です。今回は私と斉藤さん含めて5名参加しております。空手と中国拳法で合わせて5名です。空手3の中国拳法が2位ですね。そうです、頑張りますめっちゃ緊張してますけどねはい。とにかく、まあ、楽しく怪我なく山梨でやっていますので、これを見た皆さんぜひ参加していただけたらと思いますので、第5回目からもよろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみましょう。頑張ろう。おうすごいよ。始まりました。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。山梨ライトスパー交流会、こんな感じでやっております。まあね、あの基本的なルールっていうのは定めてはいるんですけども、まあ、ボクシングであったりキックルールであったり、まあ、K-1 ルールであったり日本ルールであったり、おのおのね、あの好きなルールを示し合わせてやっていただいて全然構わないので、どんなジャンルの方でもどんどん参加していただきたいと思っております。はい、じゃあ斉藤さん、いかがだったでしょうか。あれですね、今回も初参加の人が2人もいて、この広がりが増えるっていうのはとても楽しいことだなと思います。皆さん素晴らしいことになってるんで、あの皆さんもぜひ来ていただいて、あの交流を深めてみませんかと呼びかけてみます。はい、はい、やっぱりね、あの山梨県って道場や事務官のつながり点はかなり希薄だし、あの格闘技人口っていうのは本当少ないんですよ。だからこそこうやって我々で一緒になって盛り上げていけたらいいなと思っております。はい、でこの三枝さんなんですけども、あの白ひげ道場という道場ですね、あの宮崎で主催されています。どんなことを教えていますか。中国語健康の演習法を教えている。あと忍者の先生が古武術を教えますので、興味があるとぜひお問い合わせいただければ、半額とはいかないですけれども、あの体験できるのでよろしくお願いします。はい、それからですね、私が所属している白蓮会館山梨支部もですね、今絶賛会員募集中です。で、私のツイッターにですね、あの稽古時間とか書いてありますんで、体験もしくは見学にご興味がある方はお問い合わせいただけると幸いです。はい、じゃあこんなところで今回は終わろうと思います。第5回目もありましたら、ぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、みんな来てくれよし。